こんにちは、エアープランツの大輝です。今日は、MotoGP を見ていて、MotoGP だけではなくレースにも通ずるんですけれども、意外と使われてて当たり前のように使われてるけど、実際これなんだろうなみたいなところに焦点を当てたお話を一つしていきたいなというふうに思います。タイトルにもあります通り、ババン、こちらタイヤウォーマーについて深掘りをしていきたいと思います。皆さん、タイヤウォーマーって、レースを見ている方だったりとか、ご自身で持ってるよという方もいらっしゃると思うんですけれども、なんとなくこんなものだっていうのはお分かりかなというふうに思います。要するにタイヤを事前に温めておいて、ピットにいる段階で温めておいて、温まった状態でサーキットの走行に臨むことができますよっていうようなもので、あれ中にですね、電熱線がタイヤの外周の形に沿って電熱線が張り巡らされているので、簡単に言うとすごく熱い電気毛布というふうに捉えていただくと分かりやすいかなというふうに思います。だいたい80度から中に120度ぐらいまですごくこうホカホカにしてくれるタイヤウォーマーもあるので、そんな感じの結構激しめなタイヤ専用の電気毛布というふうにお考えいただければいいかなというふうに思います。で、このタイヤウォーマーについてを今回ちょっと深掘りをしていってですね、レースを見るときにもそうですし、ご自身で走られるときにも、実はこんなメカニズム、こんなことがあってタイヤウォーマーを使ってるんだよっていうところにちょっと着目をすると、意外と面白い話になるんじゃないかなというふうに思いますので、この動画を進めていきたいなというふうに思います。で、タイヤウォーマーを使うまず目的なんですけれども、まずここから入っていきたいんですが、タイヤウォーマーを使う目的は2つあります。まず1つ目、ゴム本来のグリップを発揮することが1つ目です。で、2つ目なんですけれども、2つ目はより早く最適な空気圧にすることの2つがあります。で、この空気圧っていう部分なんですけれども、一般にマシンを走らせる方でも当然重要なチェック項目、点検項目になるんですけれども、サーキット走行、レーシング走行をしていますと、常に高負荷にさらされます。フル加速、フルブレーキ、フルバンク、いろんなところで荷重が常に多い状態にさらされていますので、やはりタイヤの温度も上がって、タイヤの温度が上がることによって中に入っている空気も温められて、空気が膨張しますので空気圧が上がります。走っていない時よりも走っている時の方が空気圧が上がってきます。で、この空気圧っていうものはタイヤにとって非常に大事なものになっていて、いわゆる空気のバネというふうにお考えいただければいいかなと思います。タイヤがこんな形をしています。これが地面についててこう旋回したりとか加速したりとかってするんですけれども、この形があって当然荷重がかかればかかるほどタイヤが潰れていくんですが、この潰れたタイヤを押し戻そうとする力、外側に向かって押し戻そうとする力、いわゆるバネのような役割をするのが空気なんですね。つまり空気が少なければ少ないほどタイヤはどんどん潰れてしまう。で、タイヤ空気が高ければ高いほどどんどんタイヤはこう張ろうとしてしまうので、適切な接地面積を稼ぐことができなくなってしまうんですね。で、このような形で適切な空気圧にすることによって、設計通りの適度な接地面積を確保することによって、最適なグリップ力並びに発熱量、コントロール性っていうところを、タイヤを作る方の設計の段階からこういうふうに構成をして、このぐらいの空気圧で使ってほしいよっていう意図がありますので、空気圧を整えるっていうことは非常に重要な部分になります。本当にレースでもコンマ1コンマ2キロ変わるだけで大幅にフィーリングも変わって結果も丸々違ってきますので、ぜひ一般に走られている方も空気圧は時々でいいのでチェックするようにしていただきたいなというふうに思います。で、タイヤウォーマーを使うことによって事前にタイヤを温めておくことができますので、いわゆる冷感時と呼ばれている何も巻いてない状態、冷えている状態から電気毛布を巻いてタイヤウォーマーを巻いて温めたという状態は空気の内圧が上昇するんですけれども、やっぱり走ることによってもうちょっと空気圧っていうのは上がってきますので、我々が実際にタイヤのテストをするときなんかは、冷感時の空気圧、タイヤウォーマーで温めた時の空気圧、そしてランホットっていうんですけど、走った後で実際にホカホカに温まっている走った直後の状態の空気圧も管理するようにして、だいたいこのくらいの数値だったらこんなフィーリングが得られるよねっていうような情報を持って帰るしています。こんな感じでより早く最適な空気圧にしたいよっていう部分もあるんですけれども、もう一つタイヤウォーマーを使う理由なんですけれども、それはタイヤがゴムでできているからです。タイヤがゴムでできている理由は何でっていうお話に関しては、多分もう皆さん薄々お察しの通りだと思いますので、
昔みたいに馬車の木のタイヤと今みたいにゴムでできたタイヤどっちがグリップしますかみたいな話になってくるので、もうこの辺はご想像にお任せします。タイヤがゴムでできているという強みを生かしてタイヤウォーマーを巻いているというところが理由になるんですけれども、ここがちょっと今回一歩踏み込んだ部分になってきまして、ゴムの弾性、いわゆるゴムっていうのは伸び縮みします。ぐにゃっと曲がったり伸び縮みもするんですけれども、これを弾性っていうんですが、この弾性に関するメカニズムを掘り下げていくことでタイヤウォーマーを使う理由が少しずつ見えてきます。で、ちょっとタイヤと離れているそのゴムのお話なんですけれども、ゴム、いわゆるゴムがこの弾性を持っているメカニズムは、まあ、ゴムの原料である、まあ原始的な部分のお話になるんですけれども、硫黄だったりとかケイ素、まあ、これシリカってよく言うんですけれども、この硫黄のシリカの分子が原子が分子を構成しています。まあ、一つ一つの原子が実際にこう鎖のようにつながっていて、でこんな感じでこう鎖につながっていることによって分子を形成しています。でこの分子でつながっている、まあ、鎖みたいなものが熱運動によって実際のゴムっていうのはこうブンブン回転してるんですね。まあ、こんな感じで分かりやすく言うと、原子がそれぞれ立ってて、これを縄跳びで大縄跳びしてるみたいに、この分子でつながっている鎖がこうブンブン回ってます。でこれが回っている理由は熱を持っているからっていう理由でここは回っているんですけれども、これ回っていることによってエンジン力が一つ一つの分子に発生してます。でこの旋回しているこの遠心力によって両サイドにいる、つまり縄跳びを持っているこの2人が引き寄せられてくるような形、縮もうとする力が発生するので、ここで伸び縮みが発生して弾性、つまりゴムが伸び縮みするっていう仕組みになっています。そしてこの回っている理由が熱なので、当然熱を上げれば上がるほどこの回転が活発になります。よりぐる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 早く回るようになってきます。よりぐる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 回るようになれば、ここの遠心力が強くなるので、さらにここの引き寄せられる力、縮もうとする力がより強くなるので、ゴムというのは温めれば温めるほどこの弾性力が増してくるという特徴があります。もちろん温めすぎも良くないですし、冷えすぎっていうのも良くなく、タイヤの設計に応じた設置面積とそれに対するグリップっていうところを狙って作っていますので、適切な温度管理をするっていうところが重要になってくるんですけれども、ここでもう一度タイヤのお話に戻すと、やはりレーシングタイヤは常に高負荷にさらされている部分が多いので、グリップを発揮する温度域、今のこのぐるぐる回っている温度域が結構高めに設定されています。なので行動仕様負荷って良くなってったりとか、レース専用、サーキット専用っていうラベルが貼ってあったりとか、一般行動で走れませんよってなっている理由は非常に明確で、一般行動、いわゆるウォーマーを巻いてない状態、例えば冬場の朝10度や20度の気温でさらっと走り出してしまうと、その時のゴムのいわゆるこの運動が発生していないので、全くグリップをするのにすぐにズルッと転んでしまいます。極端なイメージで言うと、晴れてるのに雨の日のマンホールに乗ったぐらいずるっといきなり滑ってしまうので、それではまともにこの街中一般行動を走るには適さないので、大変危険ですので一般行動は使用不可というふうになっています。ただし、いわゆるこのレーシングタイヤというものであれば、タイヤウォーマーを使うという前提のもと、より高い温度域で使うという前提のもとに設計をされているので、よりハイグリップでより旋回性の強いタイヤが作られているという部分になってくるんですけれども、低い状態、温度が低い状態で実際にそういったレーシングタイヤやいろんなタイヤに負荷をかけてしまうと、いわゆる変摩耗と呼ばれるもの、まあ、ささくれですよね、こうザグザグにささくれてしまったりもしますので、ささくれてしまうことによって、やはり本来はきれいにタイヤが溶けている、いわゆる弾性を持ってしっかり路面を捉えてくれるといいですが、そこがブチブチっとささくれてしまって変摩耗をしてしまうと、そこでも狙った設置面積が稼げず、本来のグリップを発揮しないまま、どん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 変摩耗をしていって、結果的にすぐに交換時期を迎えてしまうという非常にもったいないことも発生してしまうので、タイヤウォーマーは走り出す時点で最適な状態をなるべく近い、最適な状態に近いところを作り出すという目的が実はあったという部分になります。で実際に皆様が走っていただく目安という部分でいきますと、レーシングタイヤと違って一般の公道のタイヤはそこまで温度域を高く設定はしていません。まあ、大体数十度から100度ぐらいまでの間というところを想定される温度域で開発をされていますので、まあ、実際に走ってみていただいて、ウォームアップをしていただいた際にグローブを外して手で触ってみていただいて、ちょっとあったかいなって感じるぐらいであるのが、まず基本的な大まかな目安になります。
でそこからさらに少しずつグリップ感を感じていきながらホイール全体までタイヤを温めるというイメージで使っていただくと、実際ホイールが温まれば中の空気と外側のタイヤに対しても熱の変化量が少なく済みますので、ちょっとピットに止めた、ちょっと走行の風に当たったぐらいでもなかなかタイヤは冷えずに温かいベストの状態を維持してくれるので、少しずつ温めていくような意識をしていきましょう。まあ、具体的にウォームアップと考えると大体ここまで5分から10分ぐらい簡単にこうウォームアップをしながら走っていくことによって少しずつタイヤが状況によっても違うんですが温まってくるかなとは思うんですけれども、やはりトップライダーのすごいところはそういったところにありまして、ウォーマーを巻いていって最適なセッティング、最適な路面温度、そういった環境が整っていればやはりそのウォームアップにかける時間が非常に短いっていうのが特徴なんですね。極端なお話、ピットロードから出てリミッターの制限がかかっている60キロ80キロっていうわずかな低速からちょっとだけ加速しただけでもうすぐにグリップ感を感じ、コースインをしてから1周目でコースレコードを記録するなんてこともトップライダーならできるという、まあ、やっぱりそういった感覚がより研ぎ澄まされているからこそできるという部分も非常にレースを見る醍醐味であり、それをよりレースを面白くしているっていうのもタイヤウォーマーの一つの要因なんじゃないかなというふうに思います。こういった形でですね、やはり同じタイヤだったりとか同じレースを出る相手に対し少しでもタイヤのマージン、アドバンテージを少しでもよりフルに発揮をして相手よりもより有利に戦っていきたいっていうところが少しずつでも垣間見える部分がやはりレースを見ていても非常に面白いかなというふうに思いますので、いろんなチームやいろんなライダーのタイヤに対する取り組みなんかを注目していただくとまたちょっと違った目線でレースを楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ一度そちらも楽しんでご覧いただければなというふうに思います。このような形でいろんなこの機材だったりとかレースで何のためにこれが使われているのっていう動画の紹介なども今後は行っていけたらなというふうに思いますので、この動画が面白いなと思った方は高評価ボタンを押していただき、チャンネル登録がまだの方はエアバランス EBA のチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。